ラインの大切さとか感じたんで、カレー返しますね。うん、ちゃんとしたデートの相手だったら。ちゃんとしたデートなんです。すいません、私で。いやいや、すみません、そういうわけじゃないです。平塚競輪場の屋上に来ました。来たことありますか？来たことないですね。そうですよね。めちゃめちゃ景色いいですよね。はい、めちゃくちゃ最高ですね。ね、めちゃくちゃいいです。天気良くて良かったですね。はい、ぜひここで、バーベキューしたいですね。バーベキューしたいですね。使用許可が降りるのかどうか、あば、罰らしいです。はい。じゃあ、諦めます。2023年の競輪祭のお話も、してもいいですか？はい。実際あの決勝戦の、私、松井選手が番手を志願したっていうのを取材記事で見て、わーっと思ったんですよね。この番手の志願って結構覚悟のいるものというか、そういう印象を受けたんですけど。まあ、いろいろあったんですよね。まあ、うん、もう地元の先輩と話し合って、はい、うん、もし2人決勝に上がったらどうするかとか。うん、はい、まあ、準決勝で郡司選手とね、一緒に勝ち上がれなかったっていうのもまずあったじゃないですか。はい。ああいうところから俺が取るぞっていう気持ちに、その後のレース見ながら思ってったっていう感じですか。はい。準決勝では、まあ、絶対郡司さんも決勝に行ってもらうような、うん、僕ができることやれればなと思って走ったんですけど、まあ、くしくも、まあ、郡司さんと僕で決まんなかったんで、うん、まあ郡司さんの代わりに、うん、僕が取らないとなっていう気持ちになったんで、うん、まあその、まあ、11レースだったんですけど、まあ、12レース終わって次のレース終わって深谷さんが、はい、決勝進出決めたんで、まあ僕が深谷さんの後ろ行って優勝狙うしかないなと思ったんで、はい、いやもうあの決勝戦はね、皆さん見たと思いますけど、ご自身で改めてそのレース終わった後とかレースは見ましたか？はい、見ましたね。はい、まあ、こういう感じ、まあ、後ろの状況とかも、はい、分かんなかったんで、まあ、こういう感じだったんだって一、うん、回見て、まあ、僕自身も、うん、まあ、すごい悔しくて、うん、まあ、向き合えなかったですし、まあ、僕の前は、まあ、あの走ってくれた、あんだけ頑張ってくれた深谷さんにもすごい申し訳ない気持ちでいっぱいやったんで、やっぱりちょっとあの日、あの当日終わってからはそんな向き合えなかったですね。ああ、はい、そうだったんですね。関東門に帰って、ま、こう、まあ、深谷選手を見る、はい、見つけるじゃないですか、はい、いやもう最初に言ったのはすいませんでしたですね。もうあんなに言ってくれたのに取れなくてすいませんでしたっていうのはすぐ伝えました。あ、はい、その時深谷選手は何て答えたんですか？いや俺もかかってなくてごめんって言われたんですけど、うん、全然そんなことなかったですね。もうかかりきってましたし、ね、はい、まあ、またでもその優しさが、ね、こう刺さるというか、そうですね、染みますよね。まあ、余計に、うん、まあ、僕取るべきところで取れなかったの本当に、うん、本当に申し訳ないなと思ったんです。うん、その競輪祭を経て、まあ、伊藤戦記念ではかけてラインから優勝者も出してっていうのもありましたけど、ご自身の中で心境の変化っていうのはあったんですか？競輪祭終わってから本当にみんなに支えられて、うん、タイトル取れるか取れないかのとこまで取れたんで、うん、ラインの大切さとか感じたんで、伊藤の記念では、うん、準決勝までは納得のいくレースではなかったんですけども、うん、決勝では難関4人で結束できたんで、まあ、僕も、うん、腹をくくって確定版難関で全部埋めるって気持ちで走ったんで、うん、まあ、それを実行できて良かったですね。うん、はい、おじさんたちもう泣きそうらしいです。でも松井選手のもうデビューから見てきている人もねたくさんいますから、もうよく泣いてますよね。でも松井選手よく泣いてます。なんか記事とか見て、はい、あの号泣って書いてあったんですけど、うん、号泣したっていう記憶がないなかったんですけど、まあ本当前目はもう多分僕も相当気入ったんで、
目が血走ってたっていうのもあると思うんですけど、はい、でそれで多分目は赤かったかなと思うんですけど、うん、号泣はしてないですね。もしかしたらちょっと涙かなんか汗かわかんないですけど、なんか流したかもわかんないですけど、はい、号泣はちょっとしてなかったのかなと思います。あ、なるほど。じゃあそこはちょっと訂正しとこうかなっていうことですね。いや、もちろん号泣したい気持ちありましたよ。まあそうですよね。もう応援しながらも泣きたいくらい悔しかったんで、いやーそうですね、応援したかったですけど、うん、号泣っていうよりも反省というか、ちょっと呆然としてたみたいな。呆然したですね。もう僕の中では終わってすぐのタイミングでは僕なりにはいいタイミングで仕掛けたと思いますし、うん、ゴールの時まではしっかり踏めてたん でそれでマスギ支えたんで、なんていうの、マスギの強さに圧倒されたっていうか、うん、でゴール直前にグッて下見力入れた時に車輪が前輪が見えたんで、はい、ここで来る人いるんだみたいな、はい、僕がバックで出たタイミングが大高いだと、うん、まあ、脇本さんも踏み込んだ時だったんで、はい、いい感じで合わせるように踏んでったんで、あそこから見える位置に来る、あの二人は来ないよなと思ったら、うん、まあ、さすがですね、松木選手は、うん、同期ですもんね。同期ですし、うん、まあ、おめでとうって気持ちも、まあ、もちろんあるんですけど、うん、まあ、ライバルなんで、まあ、同期ってライバルじゃないですか、うん、僕が方が先に取りたかったなっていう気持ちは、はい、あって、もうおめでとうって言ったんですけど、うん、検査場で自転車片付けた時に、まっすぐまっすぐいたんで、来年は覚えてるみたいな、はい、いいですね。言いましたよ、はい、しっかりと、はい、もうリベンジの宣戦布告を、はい、まっすぐ選手は何て言ってたんですか。お願いしますって言ってた。かわいいですね、はい、取り返さないとですね。そうですね、うん、はい、地元でオールスターあるんで今回の借りは返させていただきます。そうですね、はい、まあ、そこではしっかり、うん、借りを返しますね、うん、いいですね。松井選手にとって郡司選手の存在っていうのはやっぱりすごい大きいものなのかなと思うんですけど、どうですか。いや、めちゃくちゃ大きいですね、はい、神奈川代表する力選手ですし、うん、本当に何でもできる選手なんで大きいですね、郡司さんの存在は。郡司選手は年も近いですよね。2個上ですね、うん、はい、そういう年が近くてトップにいる選手っていうのも大きいんですかね。そうですね、やっぱり2個、まあ、先輩ですけど、うん、僕もいろんなこと聞きやすいですし、まあ、走り方とかフレームの話とか、うん、細かいことまで教えてくれるんで、はい、怒られたことはないですか、郡司選手に。怒られたこと、怒られたことある。いや、ないですね結構連携してますし、うん、もう僕もピリついて走ってるんで。あ、そうなんですね。いや、いつもピリついてますけど。いや、でもやっぱり郡司選手が後ろっていう信頼感と、いや、信頼感本当すごいんで、うん、はい、ああそうなんですね、はい、なんて呼ばれてますか。松井って普通に呼ばれるんですか。なんだっけな神奈川の選手とたくさん勝ち上がって G1 たくさん取っていきたいですよね。はい、うん、まあ、競輪祭とかも決勝終わってすぐ声かけてくれた先輩も郡司さんで、うん、来年は一緒に頑張ろうって、はい、そういう声かけてくれたんで、まあ、もう一緒に頑張っていかないなと思って、それ聞いたらもう泣きますよね。気が引き締まったですね、はい、号泣してない。号泣してないです、まあ、目赤くなってたんですなんかちょっと、はい、多分みんな多分僕泣きもろいっていうか、はい、熱くないですタイプなんで、うん、泣いてんじゃないかなとか多分そ期待したんじゃないですかね。そう、あ、そうですね、期待したと思いますね。あの感じの2着だったんで。あ、そうですね。郡司選手も下手したら泣かしに行ってる。あ、泣かし来たんすかねどこだったんですかね。泣かしに来たのかな、うん、でもはいって言ったんですか。はい、うん、親身しすぎっすよねあとであれやっとけばよかったです。急ブレーキでこう危ないみたいなのとか
すいませんね、触れられないです。触れられないんで。あ、そうですね、それはちょっと長すぎ。いや、本当は、まあ、その相手が本当はちゃんとしたデートの相手だったら。ちゃんとしたデートなんですね。嘘ってのはこう言っても。すいません、私で。いやいや、すみません、そういうわけじゃないです。唾液とかついた箸をでこそいでみたいな、関節キスずっとめっちゃしてるみたいな、はい、もう同期全員と関節キスする勢いで回ってくるってことですよね。なんとうまくいかないですね、大体。